とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー第3章始まりましたね。攻略もだいぶ順調に進むようになりました。今日は3週やっていきましょう。ちょっとね、ゴーレムの更新ができなかったので HP がほんのちょっとです。なので、防具をバトルローブのまま着てます。クールダウン2なので、ゴーレムやられてもすぐ復帰できるので、まあ、こっちでしていってます。うん。そんなね、ダメージも受けないと思うので、こっちで大丈夫でしょう。結構ね、攻撃が厳しい敵だったら、ポーションバリアの方がいいんだけども、こいつはね、多分大丈夫だと思う。うん。まあまあまあ、そこそこ、ゴーレム HP も低いんだけど大丈夫っしょ。むしろ一回やられてくれた方がやりやすいかな、ゴーレムが。あーよいしょ、ちょうどやられた。もう全然大丈夫。普通にさ、クエストのこいつの方が攻撃が激しいような気がする。すっごい緩やかじゃん。 OK、 ゴーレム出現。おう、余裕すぎ。はいはいはい、 OK。 あとは危ね危ね、攻撃していくだけで終わりか。道中が結構厳しい分ね、ボスはそんなに強くないもんね。よし、終わり。道中はね、今回結構難しいところがある。うん、でもまあそれも慣れだけどね。慣れてしまえば、まあ、そこまでやられることもないんじゃないですか。うん、初見は結構厳しかった。特に22回が。はい。まあ、とりあえず、3周いきます。1周目。なんだろうか。まあユニークは出るよ。ユニークは出るんだけども、微妙なやつばっかだなぁ。名もなき刃。エンチャント自体は悪くないね。エンチャントは悪くないよ。で、魂フィスト。エンチャントは悪くない。強固は？クールダウンがないんだよな。黄金か。どうすっか。別に全部いらないね。まあ、名もなき刃持っていって、お供え物か。だね。はい。そうしましょう。2周目ゴー。それではタワー2周目行きましょう。もう特に死ぬこともなく、上に来ることはできますね。28階の報酬でアーティファクトがないので、そこでね、ゴーレムを更新することができないのよ。なんでそこはちょっと注意かな。28階を戦うときに、ゴーレムの HP をある程度確保しといた方が戦いやすいかもしれない。まあなくてもまあ大丈夫かな。そんなにダメージも受けないし、問題はないとは思うけども、まあ一応、ちょっと注意した方がいいと思います。いや、大丈夫か。こいつぐらいだったら全然ね、倒せるね。よし、はい、もうちょい。シーズン2で、報酬がね、もう全然いいのが出なかったんで、シーズン3では、ちょっといいやつが出てほしい。ということで、2周目クリアです。なんだろうね。今回は結構ユニークは出るね。ユニークは出るけども、エンチャントだよね。ユニークが全然出ない時もあるけど、今回は悪くない。クールダウンなし、いらない。刀はもともといらないね。防具が出てきてくれるのはいいけど、クールダウンがまずつかない。
俺タワーでクールダウンついたこと多分2回ぐらいしかないかもしんない。全部黄金か。別にいらないしね。まあ、とりあえずゴーストキンドラーにして売りましょう。2周目おしまい。3周目いきましょう。それでは3周目ボスですね。ちょっとミスったかな。ゴーレムの HP がこれぐらいでちょっと装備をミスってるかもしんない。大丈夫か。まあまあ大丈夫か。おっしゃ、そこまで HP も減らんしね、多分大丈夫でしょう。こいつぐらいの HP だったらそうね、耐えれるでしょ。ギリギリ、いやちょっと厳しいか。意外と減ってきた。まあまあ最悪なんとかなる。ポーションバリアあるんで、ポーションバリアでなんとか耐えましょう。あ、やられた。まあいいか、大丈夫。こいつの攻撃ぐらい全然減らんしね。でこのちっちゃなビームも全然避けれるし、あ、むしろあれだ、雪玉で消してくれてる。あ、雪玉いいね、これ消せるんだ。はいはいはい。ゴーレムの HP が低かったらあのバトルローブのまんまで来て、でクールダウン2でゴーレムを出してたんだけど、そんな必要すらないね。雪玉でビーム消してくれるし、全然余裕でした。はい。まあ、とりあえず、3周終わりましたね。もう楽勝でクリアできるようになってます。あ、流れ込む魂。来てるね。な、これはもう不滅ナイフにして、使っていくか。今使ってるのが251の流れ込む魂に採掘者がついてるやつなんだよね。実際ね、不滅のナイフで攻撃することってほぼほぼないんで、採掘者ついてるやつの方がいいのかな。まあまあ、とりあえず、配ってもいいし、自分でも使ってもいいしっていうことで、不滅のナイフで行きましょうか。いらんよね。いらないね。不滅で行きます。はい、ということで、3周終わりました。出たやつ、この3つです。名もなき刃、そして、ゴーストキンドラーに、不滅のナイフ。これはやっぱ使えるよね。虚無が1個ついてるっていうのも、意外と点数高いと思う。いやー、悪くない、悪くない。輝きもいいし、まあ、爆発でも、つけていけば、いいかな。まあまあ、俺は、流れ込む魂しかつけんかな。他はつけんでもいいかな。エコーとも相性は良さそうだけどね。はい。まあ、263の、結構いい不滅のナイフゲットできました。ゴーストキンドラーは、黄金なんで、いらないね、お供え物にできないんで、売っときまーす。はい。ということで今日はタワー3周行ってきました。もうほぼほぼやられることもなくなってきてるので、大丈夫です。どんどん回っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。